石薬師。この地が宿場となったのは元和2年1616年と遅く、他の宿場に比べて出遅れていました。宿場の名前も昔からのものではなく、近くの寺である石薬師寺から取ったのも、ここが信仰の宿場であることを示しています。また四日市など大きな宿場が近かったことも幸いして、宿場としてはあまり発展しなかったようです。石薬師寺の寺名は本尊石薬師如来を祀ることにちなんでおり、石仏は花崗岩で弘法大師が刻んだと言われています。